白黒黄色紫黄緑ね。はいはい。はいはい。解除しました。OK です。アベレージです。リアクターの上側のちょうど解除したところら辺で、クロムさんが死んでるのを発見しました。で、状況的には多分、ベントかな？クロム。いや、今日めちゃくちゃ取れ高あるね。面白いね、今日ね。この試合も面白い。白、黒。シュッ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 、ね、シュッって言った方がね、早く、あ、ゴーゴーゴーって言った方がね、早くじゃないね、覚えておいてください。白黒白黒黄色。はいはい、はいはい、解除しました。 OK です。アベレージです。リアクターの上側のちょうど解除したところら辺で、クロムさんが死んでるのを発見しました。で、状況的には多分ベントかな、黒川がスピン、はい、なんで黒川さんが、あ、はいはい、なんで、ベントか僕のセリフキルっていう推理でいいと思います。あ、すみません、場所もう一回お願いします。すみません、はい、リアクターの上側の、タッチパネルの、あ、ごめん、そうですね、近くです。もしリアクターって直しきりました？はい、直しました。直して、あれ、私だってクロムさんと最初にリアクターついて、私が下の方直して、クロムさん上か、あ、上で殺されたってことか。そうです、そうです、クロムさんが先ついたんだ。いや、私が一番最初です。で、私が中央にスタンバってて、でクロムさんが来て、クロムさんが上行って、私が下行ったっていう感じです。ゲンです。アルドさんとセンターさん絶対違います。両方右に読み書きです、はい、あ、ちなみにクロスサントスが、アドミンのところでリアクターに行けてないのをお互いに見合ってるんで、はい、クロスさんもそれは確認してます。ゲンさん、あのね、ゲンさんとシールドでタスクこなしたじゃないですか。はい。で、あのあと僕上に上がったんですけど、はい、そのタイミングでクロムさんが下にシールドに降りてったんですよ。だからクロムさん、はいはい、あの位置から多分ものすごい勢いでリアクターの方に行ってるんですよ。ですね。私も左で死んでるって聞いてびっくりしました。ちなみにゲンさんから白をもらったんですけど、僕、はい、容疑者位置ですよ。全然リアクター行きましたから、たどり着きましたよ。あれ、アベレージさんと一緒に動いてるから、センター、はい、それは僕確認してます。ちなみに場所どこですか？治ってからちょっと時間ありましたよね、リアクター治ってから、ね、はい、ごめん、死んだ位置ですよね。死んだ位置なので、リアクターか、それとも十字路ぐらいまで行けるぐらいの一瞬、はい、3、4秒ぐらいあったと。上って誰が直しました？結局クロム、クロムさんが直して、で、直した位置からほとんど動いてないです、はい、なんでほぼベントキルだと思います。それか僕のセリフ通報だ。セリフに見えるけどな、さすがに。いや、あ、じゃあ僕次押します。ちょっと、はい、押します。無投票だけは。あ、とりあえずサントスは絶対白です。アドミン前、まあ、ないんだよな、はい、クロスさんも絶対白です。ベントの話するならサントスは絶対白です。いやー、レポート光ってたのかな？光ってない気がするから、直前で、かつ、アベレージさんが押すんじゃないんか。いや、僕いました。あら、まあいいや、はい、お願いします。あ、お願いします、じゃねえや。僕、上いて、多分センターさんが先押してくださりました。はい。
で、一応僕の無実証明するとしては、先端さんと一緒にリアクターの、方面に走っていきました。で、入って、アベレージが先、その後先端さんが続いていって、で、クロムさんの死体がリアクターのベント と、上のタッチパネルのちょうど間ぐらいにありました。なんで場所的に、僕のセリフキルか、はい、ベントになります。もう、はい、ベントキル洗い出しましょう。サントスクロスはないです。アドミンでステージがあってます。サントスクロスはない。アルト右にいるんで無理です。それは砂ザメ 100% 無理だな俺。多分砂ザメの次についてると思ってて、で多分俺下側行ったと思ってるから、はい、自分がね、リアクターで点見てるのは誰ですか。リアクターをもう一回言ってください。とりあえず砂ザメ高田で、砂ザメの後に俺入ってて、砂ザメさんが下入ってるの見て、多分いや私は下方向直し、多分私か高田さんで、私の方が先だったような気がします。タイミング的には。とりあえず浮いてる自覚のある人名乗り出ませんか。竹尾浮いてますよ。竹尾さん浮いてます。アルトさんは見ます。アルトも浮いてるけど、アベレージさんと先端が見てるはずです。右で。他は？いないの。うーん、だとすると弁当の可能性があるな。竹尾さん、じゃあ竹尾弁当切るの可能性があるで、ゲーさんもんじゃない一応。あ、ゲーさんゲーさんはリアクターになるのか。アベレージさん白く見えてる人で言うとセルフもあるとは思ってはいる。ただセルフとは言っても真後ろにあの先端さんがいて、切るしたら普通に見られちゃうんですよ僕。まあ、私も近くに多分。そうそうそう。あ、でもただ私目線だとアベレージさん見えてないんですよね。ああ、ただ、ま、僕のマンション、本当マンションにセンターさんはいました。センターが証明してるから、多分違うんじゃない？ん？っていうか、ベントだったとしたら、見えてんじゃない？ちょっと、あの、白い人は、ちょっと、はい、あの、優先してもらって、はいはい、うん。了解です。ああ、了解です。もう一回話そう。誰かすれ違ったっけ？いや、まさかあんなとこで出ると思ってなくて、あんま覚えてないな。アルトさん右で見たっけ？待てよ。ちょっと分かんなくなってきた。はい、押しときます。はい、ありがとうございます。弦の最終位置はストレージです。で、最後に私を見たのはアルトさんのはずです。紫。シールド、うん。で、タスクやってるのは見ている。はい。で、その後にナビゲーションに入る前で、先端とアベレージさんが、ナビゲーションから出てきて、うん、そのタイミングぐらいでなった。あ、いたいたいた、いたいた。あ、思い出しました。全体めっちゃ確認したいんだけど、リアクター直ってからどれぐらいのタイミングでさ、発見になったっけ？もうほぼ3秒ぐらい。あと2、3秒、2、3秒の記憶。3秒、あの、うん。でしかも、すごい遅かった。いや、竹尾さんの話を。はい、はい、お願いします。竹尾書店、メドベイ行きました。メドベイで2つタスクを終わらせてます。結構、これは時間かかるはずです。で、途中で、終わって、アドミン横の廊下あたりでリアクターが鳴ったのかな。で、それでその後、エレクトリカル行って、最終位置、エレクトリカルです。これを証明できる方はだとすると、うん、アドミン僕とアルトさんともう一人あの閉じ込められてましたよね。砂ザメさんです。砂ザメさんか。閉じ込められて一番最初ですよね。入ったっていうことになるんですかね。ちょっとよくわかんないですけど時系列。クロスさんが上に抜けてるのは確認してます。はい、僕は上に抜けて僕は下に抜けていきました。そのタイミングではすれ違わなかったです。多分ネットメイからタスク終わったのであれば、うん、まあギリすれ違うんじゃないかなとは思いますけれども、いやそれは実際にタスクやっててすれ違ってないんで、それは考え違いとしか言いようがないです。カフェテレ左上でタスクしてアドミンの方に向かったのサントスさんかクロスさんだったと思うけど、どっちだったっけ。リアクター鳴ってる最中クロスさんは初手アドミンなので違うと思います。クロスサントスどっちも違います。アドミンの方に行って死体確認をサントスがしたと。あれが竹尾さんだっけ。竹尾さん、あ、竹尾さんかも。竹尾さん見たかも、それで。竹尾さんだっけ。アドミンの方も、あ、だ、竹尾さんだ。そうすると竹尾さんのベント切るか。いや、竹尾さんだから見た、リアクター中に。あれ、オッケーです。これ押します？竹尾さんは僕見てない、僕とアブリジさん。
いや、ちょっとごめんなさい、覚えてないですね。ってなると、原産ゲインアルトが繋がってたらなんかありそうな位置ではあったかな。いや、むずいな。勝ってたのかな。リアクターとセキュリティの、十字路の左側。はい。だからリアクター入ってないところ。で、直前に高田さんがそこから。俺入った。俺が一番最後に入ってると思う。最後っていうか、ほぼクロスと同時ぐらいに入ってると思う。私が最初ですね。はい。で、その後が、とりあえず先端と、あと誰だっけな。もう一人絶対違う。下直した人は下は私です。下サンドスです。一番初めに入って下に行きました。あ、砂ザメはアルトさんにとすれ違ったのはストレージですよね、確か。ストレージです。ああ、分かりました。ゲンと砂ザメさんは絶対ないです。初手右だったので。もう一回入った順はリアクター入った順を知りたいんですけども、サントスの後は、いや、僕が先だと思う。僕ずっと1って上を押せたと思う。高田さん合ってる、順番的に多分合ってると思う、はい。で、3番手が高田さん。3番手が俺だと思うぐらい。俺は上側に向かっていって、先端側に向かっていって、戻ったら死んでたから、クロスがね。僕、もうそこを直して右行くタイミングでもう光ったんで。ですね。もう、はい、高田さん。俺、でもあのタイミングで切ると思ってた。お互いが超笑っちゃう。あ、位がね。ちょっと、あ、いいですか。アベレージ、カフェテリア、エマージーシコロ押そうかなと思ったんですけど、なんかめっちゃ武雄さんに追われたんですけど、あれ何だったんですか。いや、だってなんかペア作れみたいなこと言われたじゃないですか。だから、ついてったんですけど。いや、それはあんまり、はい、ごめんなさい。隠しろが今回は、アルト、ゲン、砂ザメ、武雄、アベレージ。砂ザメ、武雄、アベレージ。じゃあ、私もセンターさん違うと思うんですよね。じゃあ、高田さんでね、入れちゃおう。うん。で、高田さんか、誰かが高田さんになすったらと思って。いやー、なすれんのかな。誰か言ってみるのかなって思ってるよ。ゲンさんと砂ザメさんは右に行った。これダブルキル狙ったんじゃない。初手右だから多分ダブルキル狙ったんじゃない。高田さん本当見てない。でも結構なってる時間長かった気がするけど、ゲンさんは右行った後はそのままずっと右、右行った時にカフェテリアに戻って左上の配線で終わりです。僕アベレージさんつくんで、ちょっとアベレージさんタスクやります。あ、オッケーです、わかりました。じゃあお願いします。これ二郎じゃないの、サントスさんと高田さんの。さすがにあのタイミングは高田さんで、他の人も証明できてないし。ダブルキル狙ったってのが噛み合わなかったってのが一番しっくりくるけどな。いや、作ってもよかったか。まあいいか。この大胆なキルはそれっぽいよね。高田さんがじゃあ上で殺して弁とか、なざめさんに後付けで一緒にいたって感じだったもんね。今日めっちゃ死体発見するね。チャンネル登録ありがとうございます。あ、怖い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 。よし、行くか。おお、222。強い。ゲーしないのか。ああ、ご殺され、いや、殺されるかな。はいな。怖い。急いで、京翔くん。怖い。キル何だったんだ。ダブルキル狙いな気もするけどな。違うのかな。
待ちまーす。待ちまーす。はい、マジか。いや、結構。ミュート解除、ミュート解除してます。大丈夫かな、もう大丈夫か、はい、ナビゲーションの中の入ってすぐ上、なんかベントの上ですね。で、白が死んでました。ナビゲーション上、はい。うん。ナビゲーション入って、シールド、コミュニケーション、ストレージ、アドミンっていう順番で行ったんですけど、センターさんとすれ違いましたね、はい、下のところで。そう。まあ、言う必要ないですけど、竹尾アベレージずっと一緒にいたんで、はい、一緒にいて、で、アドミンでサントさんと一緒にいました。途中すれ違いました。私、ストレージ、カフェテリア、メドベイですね、最終位置は。ちょっと砂鮫さんに1個聞きたいんですけど、途中アドミン行ってましたよね、はいはい、途中がいつですか、初手初手、その昨日のいつのタイミングのことを言ってる感じ。この呼ばれる前のターンの話です。アドミンが出てくるの見たんですけど、始まった瞬間に多分しょってアドミン行ったっけな、ドアが閉まって、でそのドア、初手ドアが閉まった後に確かアドミン行った気がする。ちょっとアベレージさん見てたか分かんないんですけど、アベレージ、はい、あ、いた、ストレージの上だ、配電盤だ、思い出した思い出した、あの竹尾アベレージ見た、はい、どう思いますか、結論は。竹尾さんの、竹尾さん結論教えてほしい。それね、砂添さんがベント使ってそこから出てきたんじゃないかと思ったんだけど、自分から言うってことは大丈夫だと思います。んそんなにベント使ってビーチだった、わかんないけど、ちょっとこの話はもういいと思います。どうする、了解です。今日で私目線はベレージさん、竹尾さん一緒にいたので、うーん、サントスさんにちょっと見えちゃって、セルフってこと？一郎落ちてる前提だったら、二人ペアで。高田さんで落ちてるんじゃないのっていう話になってるんじゃない？あ、ごめん、ごめんなさい、ちょっと頭の整理ができてない。ごめん。ボタン押せない。ダメさんか。ボタン押して、ボタン押して。ボタン押して、ボタン押して。ならまあ連れてるんじゃない、一郎連れてる、え、連れてる、確定ね、確定確定、今一郎確定、4人だから、うん、だから高田さんだったっていうことで、うん、で、うん、ああ佐藤さんじゃなかったのか、高田さんのキル何だったんだあれ、アベルキル狙ってると思ったけど違って、で高田さんが砂溜さんに下に一緒いたよねっていう主張してたじゃん、リアクターで、はいはいはい、あれをだから味方に助け舟を出してもらおうとして言ってて、実は本当は上にいてベンドに入ったのが高田さんだったっていうんだったら、すごい筋が通るなって思いますね。センターさん視点だよねそれ。てかアベレイさんが僕最初のキルできないっていうのは分かってるから、竹尾さんの最初ベンドキルじゃないですか、そしたら、あ、そっち見るの、それを追うんですか、今のキルをだけ考えればいい。いやちょっと混乱する、それはだいぶ、今のキルだけ考えてほしくて、はい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 、アブレイさん、竹尾さんずっと一緒にいたんでしょ、はい、無理でしょ、で2キル発生してるでしょ、はい、あ、そうか、ごめんなさいごめんなさい、じゃあ僕そうだ、ね、間違ってる。でなんで私目線だ と,、さっきの2キルが正直ごめんなさい、あの2ロー残ってるかちょっと整理ができてなくて、ただちょっと容疑者位置にあったサントスさんを釣りました。ただまあ一郎連れてることから高田さんで確定です。なので残り一郎は私目線だと竹尾アベレージが前日一緒にいて多分2キル無理だったの見て、アベレージさん誰入れた、僕サントスさん入れちゃいました。竹尾さんは、私もサントスさん入れました。予習してないです、予習してない。で僕スキップ入れたから、サントスさんが僕入れたってことになるけど、おかしくね。なんで私目線だとセンターさんになります、サントスさんが僕に入れる理由ないじゃないですか、ない、まあ、僕白でよくない、自投票をするメリットもないし、うーん、私サントスさんに入れるのだったら黙って入れると思う、だってそんなヒント残さないし、どうしよっかな、センターさんに入れます、量がな、
いや、タスク勝利はきつい。私かってことは初日高田さんか。うわー、暑い。あーやられちゃった。いやー申し訳ない、高田さんすいません。もうお見事、ドンピシャーレ。いやちょっと想定と違ったわ。高田さん両方とも目の前で殺すから、ちょっとあの積極さ私にもと思いながら、ちょっと最後リアクター入り口で殺したやつはリアクターになった瞬間カフェ誰かボタンを押すと思ったら押さなくて、あやばって。あそういうことか。なるほど。そう、でも私もちょっとゲンさん押すかなと思って、ちょっとキル急ごうかなと思ってて。あ、ゲンも押してました序盤に多分ボタンは。あ、最初期のキルの話。あ、最初期、ああ、はい、先端さんのが全てだった最後の。うん、助け舟がもうまさにその通り。その通りだし、あの時そう詰めたのが良かったですよね。あの時そうしないともう高田さんだけ浮いちゃってたんですよね。うん、だからもうそうせざるを得ないし、うん、ローマが点の方だったよ。まあ、だからだけどあの高田さんの初日こうスッと白1入ってくるパスはすごい助かりました。いやもうと思って、いや砂鮫さんに助けてもらわないと俺アリバイになと思って。いやー高田さんすげえな。だからどうやって高田さんをアリバイ作ればいいんだろうってすげえ悩んでたらいいパスが来たんで。なんでそんな真顔で嘘つけるんですか。助かったと思って、とりあえず。いやー危なかったね、でもマジでだいぶ危なかった。めっちゃサントスさんだと思ってた、ごめんなさい。アルトのキルは砂鮫さんが綺麗に取っていきましたよ。そうですね、ちょっともう急がない、急いでちょっとダブルキルに見せかけないとやばいなと思っちゃって、うん、誰かボタン押し読みのキルか。なるほど。いやボタン押し読みのキルは高騰って言いますよもう。あーでごめんなさい、ちょっと最初に謝っておくと、ちょっと私もしかしたら今回あのドア閉めが10秒数える前にやっちゃったかもしれないです。すいません、そこだけ謝っておこうかな。開幕ってことですか、ね、開幕の、はい、あの1,2,3,4,5 って押しながらなんか自分ドア閉めた気がするんで今思い出すと。あそれはごめんなさい、まあ、誤差の範囲な気が、ね、申し訳ない。 2,3 秒経ってから私も10秒数えるようにしてます。早すぎたらあったんで。なんかサボタージュは10秒だけどドア閉めは即やっていいみたいな、なんか変ななんか思い込みがあっちゃって。分からなくもないです。申し訳ないです。はい、どっちも10秒ですよね。確か。どっちも10秒。どっちも10です。はい。あれ、初手は高田さんです。だから高田さんがまずそのみんなの目の前でリアクターで殺して、で、次の日もリアクターの目の前で殺したから、メンタル化け物かって思った。いや、2日目完全に俺のミスだと。いや、でも、なるほどな。それで濁っちゃったから、うまかったな。いやでも大胆すぎないと思って。やっちゃった。いやーすげえよ。いや高田さん大胆すぎて違う人になすられてるのかって一瞬思っちゃった。大胆すぎて。もう何もできなかったな。誰かしらが連打してたら多分あれは見つかってなかったですよ。いや連打してくれたらクロスさんの死亡って多分だから俺一緒にリアクター向かってたら白正面成り立つから。多分ギリギリアルトさんが僕した方向行ってたのを目撃したぐらいでしたね。はいはいはい、うん、クロムさんの移動距離が半端ないなっていうのはすごい伝わる。そんな下にいましたっけ黒川最初。てか初手右でアルドさんと私はあのシールドでお見かけしてるんですよね。だからリアクターで死んでるって聞いた時に、うん、なんでそこまで行ってんだって思いましたよ。すごい速度だと思って。いや秒でリアクターに向かいましたから。正直サントスさんを釣った後のシナリオは全くなかったですね。センターさんを釣れる気が、そんな私黒かったんですね。なんか私リアクターになった時ナビゲーションでセルフやる意味あんまないかなと思った。確かに冷静になったらそうだけど、高田さんのキルが不可解すぎてちょっと結びつけちゃったな、申し訳ない。サントスさんも高田さんも両方とも大胆だったんですよ。もしもサントスさんが狼だとしても高田さんが狼だとしても両方とも大胆なキルだったんで、どっち目線からも一緒に行ってる人は死ぬ。いや最後のね、センターさんのね、票の詰め方でね、もう、トントンと出てきてもらった。あれはかっこよかった。あれ、黙っててたら、ね、アベレージさんが竹雄さんに標的向けてたから、うん。いや、入れちゃってました。ほんと勘違いしてた。ちょっとアベレージさんが、あの発言はもう真っ白ですね。いやちょっとそのアベレージさんが、ちょっと竹雄君に急に向けたときに、このまま時間過ぎろって思いながら、心の中で。逆に砂鮫さんもびっくりしましたね、あれ。この話題、いやなんかびっくりしてちょっとこの話題を盛り上げようかなって、何々聞かせてみたいなテンションにしようかなと思ったんだけど、うん、なんかセンターさんがいやその話やめましょうって言ったから冷静
その話聞きたかったのにと思いながらっていうで最後まあ今日は確かにそうだよなと思いながらもちょっと逆張り理論で食いついて、まあ粘ってはみたものの今回インポスター勝てませんでしたけどあと一歩まで行ってますもんね。いやーマジで本当ちょっとの噛み合いって感じだよね。いや試合だわ。そうアルトさんゲンさんはめっちゃ急いで頑張った。サントさん以外を即に切るしないとみたいな感じでなんかね竹尾さんアベリさんしても4人になったのにあれ高田さんで会ってたみたいな感じだったから僕視点だけスッキリしてたかな。だから難しかったね村目線。だから切る殺せばワンチャン5人あれあの時5人残って一応二郎の可能性も残せるかなと思って頑張って早くに切るしなくちゃみたいな。高田さん釣りの時点で高田さん黒軸で皆さん進めてるのかなっていう印象は一応例会ではありました。あそこ白だったらもうほぼ絶望絶望ですからね。確かに、うん、そうですね。いやまあインポスター難しいな。村強いな。強かったですね。まあ強かったですけどインポスターも強かったです。強かった。あでも接戦多かったですね。全般的に接戦多かった。いやめっちゃ取れ高多かったね、うん、今日ね。いいゲーム多いです。めちゃくちゃ。いや最終日センターさんに勝てなかったな。言い負け。あ無理だったあれは。純粋に議論で負けだあれは。いやでもどうだろうな。ポジション的に逆だっても多分覆せなかったから。逆だったかもしれないな。役だったかもしれない。いや結構、まあ、とはいえ結構高田さんのいいサボタージュすげえ助かりました。ちょっと死体隠してくれる感じのサボタージュが。ああリアクターで原産したのミスか。原産殺した瞬間リアクターになったから助かると思いながら、もうあの時パニックっちゃってるから。下には俺の死体があるっていう。そうなんだよね。ロアエンジンには僕の死体が転がる。ロアエンジンにはアルトさん、ナビゲーションには原産って言ってもロアエンジンには僕の死体が転がる。あでもあの時はちょっとまあ殺しちゃってみたい。時間経ってたんで唯一原作は時間経ってたし、あのアルトさんを殺した後ロアエンジンで殺した後その出てくる砂ザメを見てるのがゲンさんだったんですよね。そうなんですよ。だからゲンさんさえ殺せばアルトさんの殺害はむやむやになるっていう。むやむやになりますね。